決まりました。決まりました。さん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 。こうはうまい。こうはうまい。もう怖いマジで。始まる前から。です。ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。そうです。いつも早朝なんですけども。はい。この真っ暗というので夜です。本日は、ね、夜からのスタートになります。夜スタート。はい。エモ。うまい。すごいなここ。マジで。美術館で。はい。撮らせて。はい。ありがとうございます。おはようです。おはよう。ようやく。おはよう。MV 撮影ですよんと。はい、シカット。はい、シカット。絶対すると思う。やばいな。いつもと違うのは、スタートがこの時間。夕方、スタート初めてだね。そう。で、朝方終わり。うん。ちょっとでもワクワクしてる。確かに。これを見てるということは、もう MV は見てるということなんで、お客さんやね。ちょっと、裏側、楽しんでてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いい一日になりますように。なりますように。ゲーム練習できちゃう。はい、行くの。いやー、お願いします。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 曲にも、微妙もさ、前奏聞こえてくる。音聞こえてくる。聞こえてくる。全然、全然、もう何もかもがマッチしてる。すげえ、こんなマッチな場所はもう、すごいね。雰囲気がすごいです。これまた、今までのね、CCC では見れないような顔が見れるんじゃないですか。女性も、女性、女優さんもね、来てくださってる。ピアンカさん。はい。ありがとうございます。いきなり一発目がお芝居です。対人がおるって初めてなんだよ。未知やな。うん。ほんまに。ストーリー仕立て、ね、な, ないか。でさ、演技って何気初めてじゃない？初めて。マジで。演技っぽいって。多分ドーン入ってる。いやいや、そんなもうカメラ回ったら、ね、すごいっすよ。そうそう。俺仕事から、ね、めっちゃ好きか。本当に俺知らんかった。始まった。誰も。出た出た出た。てか、メイキングの時だけ絶対このキャラや。そう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 。なんか、じゃなんかね、こんなん、自分自身を奮い立たせようという感じで。そうか。ちょっといつもと違った MV すぎてめっちゃ面白くなってる。慣れるまで時間かかるかもしれない。何本目よ。じゃあ今までやったらこう自分の歌割りのとこをカットつけたりダンスがあったりとかだけど、別の人がいてストーリー仕立てって初めてやから。俳優でいつもやってるじゃん。ね、お前ターキーレックやってるけど、あれ、あれ、大コメディ落ちやね。コメディ落ちやね。笑いないねん今日。笑いないから。ファーストシーン。そうだね。うわ、うわ、緊張してる。はい。タコさんも入ってもらうのがいいのかな。そしたら4人で囲んで、はい、っていうピアノ。はい。俺はめっちゃかっこいいっすよ今のね。あんたイントロ。あ、イントロめっちゃかっこいい。仲間はすどうですか。何がすか。今まだ始まったばっかりすぎて
まだ何もしてないっす。まだ何もしてない。なんかさ、踊り始めないとさ、MV 撮ってる感感じないよ、ね、まだ、なんか。それめっちゃあるな。まだ踊ってないから一回も。結構出し切った。早いって。早いって。もうちょっと手前がいいです、はい、ここにしてちゃんとして俺のことになったら起こしてくれるリスケでいつ打たらリスケなんで別にもう一回やらなかったやったら俺なしでで、なんで俺別でもう一回くんのほぼ一発撮りに雨ですね雨の中ここからダンスシーンですやばい滑るかが一番心配ですけどね下が濡れてるんで、はい、逆にいい感じに映るここ今ここゼロいいのね開始2時間だよめっちゃ寒いよっしゃ踊ろうかななんでじゃあすぐ行きまーすはい行きますよお前渡せやっぱさお前も最後の雨に濡れないぞちょっとゆるいちょっとパキッと踊ろうよあれ言ってもねあれ雨と滑りでターンめっちゃビビりましたごめんなさい終わりましたシャーおめでとうあ、ごめんなさいいいっすよ、行きましょう。あと重ねていけるよ。ごめんなさい。楽しい。ありがとうございます。お部屋戻って濡れた分お直しとかします。はい。はい。ちょっとこれ面白いわ雨が やみましたよ僕の出番ということでね雨男ほざいてるやつらいましたけどほんまマジで僕が晴れ男っすよね僕の撮影始まる時にこんなもう傘いらないんすからでもなんか若干降ってきたんですよね僕出てきた瞬間で、はい、傘から出てくるビアンカさんにこの傘を差し出すみたいなシーン、はい、あ、傘行きます先にこう一緒に行きましょうあ、そうですお付き合いです Shall we? Shall we go? Shall we go? うわぁ誰へんわジェロメンでお願いしますあ、わかりましたわかりましたいただきますはい、よーいスタートスタートはいはいはい、はい、行きますねあ、全然、うん、流すだけでももらっちゃいます、こっちで流しますうちらでやるはい、行きますよーい、スタートあ、いいねはい
かっけー、かわいい。はい、最高。ありがとう。やったー、楽しみです。アジくん、はい、よかったよ。そうでしょ。まあね、あれめっちゃ緊張してない。ピアンカさんがすごい。はい、ちょっと恐るべし。めちゃめちゃ助けられました、ショーに。次は、はい、ディナーのシーンなんですけど、ディナー、はい、はい、ディナー晩飯食って、はい、晩飯じゃないディナー、ディナー全然違うと、たこ焼きと違う、マクドと大阪ですぎる、ローストビーフとフルーツなんですけど、なるほど、ディナーを、そうですね、はい、ビアンカさんが来たら皆さんでディナーを差し出して、はい、最後フータさんがビアンカさんとパーンしてじゃあ俺今のところな、ビアンカさんがそれをそのままそれを吐いてで、I'm crazy って言ってくる。ビアンカさんに合わせて、あとはどうぞ。食べの卵。あ、ちょっと座っていただいて。こんばんは。クリムソンクラッドブランドです。誰が一番年下だと思う？お、どっちだと思うんですか？一番上が誰かな？おお、どっちも外れたんで。嘘、はい、ワイン2杯。ちょっと彼です。僕です。あ、そうなんですね、はい、僕97年なんで。97歳です。おいくつ？おんねん、そういうやつ。そう、おいくつですかって言ってんのに生まれた年からやつおるやん。じゃあ今度からそうするさ、97歳の27年生まれです。そうそう、こっちの方がなあ。現在なんと夜12時で終わりました。門限です。帰ります。僕も門限11時半なんで、やばいっす。全然前半じゃん。全然前半が前半でしょ。はいはい。未だ絡みのない組です。はい、二人だけです多分。はい、これも迎え入れるシーンですって言われた売店やんか。カメラやった俺だけ。俺あのディナーのとこでみんなでこう迎え入れて、その目線ちょっと僕の方でも送っていいですかって言ったら俺のパートじゃなかった。それじゃあ本編見てるのお楽しみ。そうですね、はい、使われてるかどうかは僕らがそのね、こう招待上手にエスコートできてるかは俺らはまだ分かってないから。そうそう、まだ分かってないから、みんなだけだから分かってる。そうやね。あ、察してた。そう、俺勝手に。よろしくね、察してよ。はい、だけ動かせたらやりたい。なんか、はい、俺らなんか全身でこうやって下げてる。ちょっと待って、ようだくなんかこんなんなっちゃって砂浜で。もうディームリブリーションだよね。臭い。ほんとに。次、ビアンカさん撮った後、ここで TikTok を入れて、リップはもう2人で大丈夫だったんですか？すいません。絡みが少ない。中学生。ターゴカメラです。あ、はい。ちょっとフードも入って。今からですね、オルガンホール初対面。はいはい、これえぐいらしいんで、ちょっと見ていきましょう。あれが？なんかその景観がすごいらしい。オルガンホール。あ、やばい、これはやばい。えぐ。すごっ。うわ、お願いします。うわ、やばい、ちょっとやばい、これはえぐすぎるな。いつはスモールワールドみたいなもんな。いつはスモールワールドや。
ちょっとなんかまだぎこちなさあるあそこだけ、ここだけね、ここだけっすね。これきついな、これきついな、これせか、パッて見るときにこうやって引っ張ってるの正解の気持ち、これを目指す。えぐいね、えぐいな、うわおーおーいい、はい、すげえ、なんかあともう終盤です。今が一番力を合わせるとき、余裕っす、マジで全然余裕で、このまま大阪行くでしょ、で名古屋からの栃木でしょ、で東京戻るでしょ、余裕っす、暇やわ、全然余裕。次1週間オフいつですかね。5日間、いや5日じゃヨーロッパ行けないですよ。でも1週間でギリ行けるっすよ。まあヨーロッパは勘弁してヨーロッパで海外も他にもある、海外も他にもある、コメント欄に行かせてあげてくださいでしょ、みなと君を海外に行かせてあげてください。行かせないよ、そう簡単に。ラスト。ラストですね。このスルトって終わりですね。うん、いやバッチシ決めますよ。いや。マジでさ。あや。俺で巻くんで。あや。四秒で終わる。あや。言うとね。俺で四秒。あや。よしこっち見て。それ以上下打つとね、それ以上下打つ、あーやめてもう B の音が、あの心電図の音みたいに聞く病院いるみたいな気持ちになって、いいよ、もう十分、もう十分いいね、どうでしょう、とりあえず走れてるけど、すいません、お前何回やんねんお前俺自分で確認もさせてもらわせんやん、何やえ何やかんってんほら眠っしょやん、はいはい大丈夫そうですかね、はい、おーってことはオールベースよいしょーでした現在の時刻を発表させていただきます、こっちに着いたのが16時、はい、16時に、この会場に着きまして、はい、なんと現在の時刻ドゥン5時37分おっしゃーおっしゃーおっしゃー、まあ僕らは別にいいんですよ、はい、本当にスタッフの皆さんありがとうございました、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 着替えます、はい、せーの、はい、ずらすんだ、社長お疲れ様でした、まあ、夜通し撮影は初めてだね、うん、初めてっすね、メンバーと今日は初めてオールしたと、もよ確かになんかでもいつものミュージックビデオっぽい流れとちょっとまた違ったじゃないですか、撮影の工程とかも、うん、
だからなんかマジで本当にどんなミュージックビデオになるのか俺らも全貌をまだ把握しきれてないから、そうですね、うん、まあ、前回のねメロメロもねすごいこう一個挑戦としてやって大好評でしたけど、うんうん、今回も挑戦を入れてるのでこれもまた皆さんに楽しんでもらって愛してもらえたらいいですね。そう、間違いない。ハズキも来てる、うん、やばいね。どうだった今日一日ガッテムガッテムって言ってたよ。わかんやろ。今日が、5月の末ですね。はい、もうすでにワンマンライブまで1ヶ月を切りました。いやあっという間ですよ、はい、こっから1000人動員に向けてもうラストスパート。はい、どんな手を使ってみましょう。さすがに、いやマジで本当そうよ、うん、覚悟を決めてるから、うんうん、まあ、改めてになりますけれどもね、あのミュージックビデオを見てくださった方、そしてこのメイキング見てくださった方にはぜひぜひ会場で Give Me Your Love 見てほしいなと思いますので、マジでとんでもない演出だったり、うん、とんでもない仕掛けがワンマンライブに織り込まれておりますので、ぜひぜひ楽しみにしておいてください。はい、はい、うん、というわけで帰りますか。そうですね、うん、まあ帰るというか、うん、東京の家に帰れるのは4日後とか。そうですね、4日後今から大阪に俺東京戻るんですよ。10時間後にちょっと路上ライブをしてから。ああ、おそっちの方がハードやばじゃん。そっから新幹線で追いかけますので、はい、まあね、改めて Give Me Your Love ぜひぜひミュージックビデオもっともっとたくさんの方にね届くように、皆さんのね再生も、引き続きよろしくお願いしたいのと、布教の方もねぜひお願いできたらなと思います。そして全てが全てワンマンライブ6月23日の、マーヴェリックにつながることを信じて、残り1ヶ月弱、僕たちも精一杯走っていきたいと思いますので、ぜひ引き続き応援のほどよろしくお願いします。お願いします。あの本編のミュージックビデオ本編の方にねぜひぜひ どしどしコメントお願いします、書き込んでください。そして高評価まだ押してなかった方はそちらもよろしくお願いします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみ。